その日本狼っていうのは、いわゆるその狼であり、その日岡であり、まあ、上林でありっていう、そういった存在がもうあの日本からいなくなってしまったっていうこと、狼の意思を継いだ日岡っていうものの、まあ、ラストであり、まあ、今までのその映画業界っていうものの、まあ、現状っていうものも描きながら、せめてこの頃の地だけはこう何かとてつもないものを作ろうっていう、その全体的な意思っていうものをすごい感じる。はい、じゃあお題です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日は孤狼の地レベル2です。ということで、前回の動画なんですけど、あの白石和彌監督の特集してるんですけど、過去11本の映画の中でその白石和彌監督のその特徴というか、あの他の映画監督とどう違うのかっていう話をしてるんですけど、まあ、それはまあ概要欄にリンク貼っておきます。先月なんですけど、あの完成披露試写会っていうのがあって、まあ、それであの1日1回だけ見れるっていうのがあって、それで1回見て公開初日ですね、今日あのもう1回見てきたんですけど、この孤狼の地レベル2ということで、まあ、前作の孤狼の地ですね、あの役所広司さんが、まあ、あの主演でやってて、松坂桃李さんが、まあ、その日岡がその彼の意思を継いで、まあ、3年後っていうのがまあこのレベル2で、この孤狼の地っていうのがもともと原作で小説が3冊あって、まあ、1冊目がその孤狼の地だったんだけど、まあ、映画の改編かなんかでその2と直接つながらないっていうことで、もともと2を映画化しようとしてたんだけど、まあ、ちょっと難しいっていうのがあって、まあ、このレベル2に関してはあのオリジナル脚本っていうことで、まあ、その2のテイストとかもまあ取り入れながら新しい完全オリジナルのまあ映画のまあシナリオを作ったっていうことなんですね。まあ、前作から3年経ってるということで、まあ、昭和から平成になって、まあ、日本はそのまあバブル経済真っ只中っていうところだったんですね。まあ、僕もあらすじ説明するの下手なんで、まあ、なるべくしたくないんですけど、このチャンネル自体があの何を汲み取ったかっていうことをより話すチャンネルなんで、もうあんまりもう話すのは良すんですけど、まあ、やっぱりその何て言うかな、僕もあんまりその薬剤映画ってそのたくさん見てる方ではなくて、その仁義なき戦いとかも去年初めて1作目見た感じで、今の時代にその仁義なき戦い1作目見るとちょっとあのきついところがあって、仁義なき戦いにあのすごい名フレーズがあるんですけど、その名フレーズがバラエティ番組であの慣れすぎたあの名フレーズが、あの逆にこの本家の映画の方で見てしまうとすごいこう冷めてしまうっていうか、あのちょっと逆にやりすぎてるところがで、まあ今回こう孤狼の地見るっていうことで、まあ、その孤狼の地がその仁義なき戦いとかを結構まあ参考にしてるというか、まあ、そういった部分もあるっていうところでもう一回見直したんですけど、3作目のですね、代理戦争とかすごいあの良かったんですよね。あの名フレーズっていうのはあの極力抑えられてる状態でだったんで、その3作目すごいあのちゃんと見れたんですよね。でめちゃくちゃ あれ仁義なき戦いってめちゃくちゃ面白いじゃんってようやくなったっていうところで、この孤狼の地レベル2見たんですけど、全体的な空気感とかが、まあ、何回かある全盛期の中の一つ、あの薬剤映画とかをやってたあの頃の方々で言われてるんだけど、僕は全然感じてなかったんだけど、やっとその空気感を感じてる人たちと同じような気持ちになんとなくなれたかなっていう、オープニングクレジットのところとか、あれ完全にもう仁義なき戦いの感じだったんですね。あとまあそのナレーションでそのところどころあの説明していく感じ、本当にこう仁義なき戦いだなっていうあの感じっていうのはすごくリアルに感じられたっていうところで、まあその温故知新というかだけじゃなくて、まあそのまあ今のそのコンプライアンス重視で、その言えること言えないことっていうのがまあだんだんその明確になっていって、まあできない表現とかより多くなってきたっていう中で、ほぼ何でもありの状態でこの一本映画を撮ったっていうことは、まあなかなか奇跡に近いんじゃないかなと思います。僕がその数少ない薬剤映画の中で好きなのがアウトレイジなんですけど、アウトレイジ見てるからこの孤狼の地も流れとしてわかるんですよね。アウトレイジ あの小日向文世さんがやってたあの丸坊のあれがまあ一応主人公のとなって、まあ話が進んでいくのがまあこの孤狼の地なわけで、あの管理官の佐賀っていうあのやつがいるんですけど、まあ、それがあの滝藤さんっていう人が あのやってるんですけど、7つの会議とかこう半沢直樹からずっと続いてきてる顔芸みたいなところ、あそこの流れとかもなんかこう汲み取ってるところもあるし、あと今年のこうヤクザと家族ですね、あれを見た時の綾野剛さんとあの五木ひろしさん あの組長のあの2人の関係性みたいなもののつながりとかもこの映画の中にも取り込まれてるかなということで、薬剤映画とかそのあの社会派ドラマって言われるものっていうもののまあ要素っていうのはすごいこうあのいろんなところがこう組み合わさって、まあ、今までの映画の温故知新なんだけど、なんかこうアナーキーにこうとんでもないものをいきなり作ってきたんじゃなくて、もう周りの空気からせめてこの孤狼の地だけはこう何かとてつもないものを作ろうっていう、その全体的な意思っていうものをすごい感じるのが、まあ、孤狼の地レベル2なんですけど、2とか第2章とかそういったじゃなくてレベル2ってなってるんですけど、もう本当にまさしくレベル2ってこう名前をつけるに
こうふさわしいというか、まあ、それに対して全然見劣りしてないというところ、とにかくこの映画ですね、本当にあのすごい、あのめちゃくちゃすごいのができたなっていう、まあ、ところですね。パンフレットですね、まあ、いつもだいたい880円なんですけど、あの今回あのレジ行ったら1100円でちょっとビビったんですけど、まあ、若干高いんですけど、まあ、全然それだけの価値はあるなと、まあ、ということで、まあ、本当にとにかくめちゃくちゃ良かったですということで、あのおすすめですということで、ここから先はちょっとネタバレありで話をしていきます。ということで、ここから先はネタバレありで話をしていきます。まだ見てない方は一度見てからここに戻ってきてもらえればなと思います。まあ、いろんなことを言いたいんですけど、まあ、本当にこうあのちょこちょこいろんなとこ行ってもまとまらないんで、とりあえずあのキャラだけですね、もう本当に絞ります。日岡、上林、チンタ、もうこの3人だけに絞って話をしていきます。まずやっぱその日岡っていうか、その松坂桃李さんの進化の仕方ですよね。もうその前作とその今回で全然キャラが違うし、もうその髪型が変わるだけでこんなに変わるのかっていうことと、完成披露試写会の時に言ってたんですけど、その上感を出すために減量したっていうところがあって、本当にこう前作から全然違うキャラになってるっていうことと、この大神の意思を継いであのずっとやってきたんだなっていうこと、それがこう視覚的に一瞬でこう伝わるビジュアルになってるっていうところは、やっぱ本当にすごいなと思いますね。なんですけど、で、まあ、今回この映画を通して、その彼っていうのは本当に全然完璧ではないんですよね。大神っていうのは本当にこう全部のことを一人で背負っていたっていうこと、まあ、その側面がすごい強かったんですよね。本当は誰とも組む必要がなくて一人で動くべきだったんだけど、ペアを組まされたその日岡っていうのがワンではずっと、まあ、彼の後ろを追いかけていくっていう、まあ、本当に彼のやり方はどうなんだっていう、その疑念を抱きながらずっと動いてるっていうのが、まあ日岡の、まあ、役どころだったんですけど、一番最初に彼から命じられたことっていうのは、あのパチ屋でチンピラにこう因縁つけてこいっていう、まあ、それであのボコボコに殴られるっていうところがあるんですけど、まあ、あれが一番最初の大神から日岡に対してのまあ命令というか、まあ、指令みたいなものだったんですよね。上司と部下 の、 まあその教育的な立場としての、まあ、そういった2人のやり取り、初めてのやり取りがあそこだったんですよね。大神時代、その人を育てるっていうところに関しては別にあの慣れてる人間ではないんですよね。まあ、彼には彼なりの正義があって、それ彼なりのやり方でやっていたっていうことが、まあその最後の方で示されるんですけど、で、まあ、それをまああの日岡は後の方で知るんですけど、大神もまあ不器用だったんですね。その教育っていうことに関してすごい不器用だったということだからこそ、あのやり方をやってしまったっていうことですね。日岡っていうのは一番最初にその理不尽な形であの大神の指令を受けたっていうこと、まあ、それであのボコボコに殴られるっていうのがあって、まあ、それが多分彼にとってすごい大きかったんだろうなっていう、チンタをあのスパイにして、まあ、やっていくっていうこと、彼にはその暴力団っていうもの、まあ、大きいものを沈めていくっていう、その、まあ、大義名分があったんだけれども、何が起こっても、まあ、自分はそのまあ、ケツを拭くっていう、その、まあ、その覚悟ではいたんだけれども、だけど、まあ、最終的にはそうはならなかったということですね。チンタっていうのは、まあ、在日朝鮮人なんですね。で、だからその日本ではその、まあ、いわゆるそのすごい底辺な生活をしているから、そこを抜け出すためにはあのそこで這い上がるというよりも、まあ、自分はもともとここに日本という場所にいるべき人間じゃないんだっていう、だからあの、まあ、韓国の方に、まあ、帰りたいって言って、まあ、パスポートを手に入れたいっていうのがあったっていう、まあ、上林も在日朝鮮人なんですよね。自分に暴力を振るう父親と、それを見てみるふりしてた母親を殺すっていう、その後彼はまあ少年院行って、まあ、イラコ会長のところに行って、まあ、ちぎれを交わすっていう形になっていって、生みの親からあの存在に扱われてた自分がそのヤクザの世界に入って、まあ、大切にされるっていうような感じがあって、まあ、その彼に対しての恩義っていうものを果たすっていう、それがもう彼の中でもある唯一の正義っていうことですね。まあ、なので唯一その上林っていうものをコントロールできる存在っていうのが、もうこのレベル2の中にはいないっていう状態なんですね。当時の上林と、まあ、今のチンタっていうのは、まあ、ほとんど同じような状態にあってて、で上林はチンタを可愛がるようになったのは、まあ、自分と同じような境遇にある人間なんだっていうこと、薬やらしたりとか、まあ、いろんなそのやり方は悪いのは分かってるんですけど、だけどそれが上林なりの多分愛情表現だったと思うんですね。で上林はそのイラコ会長に対してのその恩義っていうか、その忠義っていうものがめちゃくちゃ強いからこそ、その自分が上になって、その下がまあチンタなんですけど、まあ、彼にとってそれぐらいやるのは当然だと思ってるからこそ、あのチンタに対して多分同じことを要求してくるんですよね。まあ、その日岡の玉を取ってこいとか、指を落とせとか、まあ、薬やれとかですね、そういったあのいろんな形でそのチンタに対してやってくるんだけど、まあ、多分上林は上林なりに多分チンタを可愛がってたんだろうっていうのがあるんですね。それでバイクに乗ってあの日岡のところに行って、踊れらいつも汚いのって警察に対してあの言うんですよね。まあ、それはあのまあ留置場で、ね、あのいろいろ怒られてたっていう、まあ、その過去とかも含め、あの踊れらいつも汚いのっていう、まあ、言い方をするんですけど、ただスパイを送り込んでたっていうだけじゃなくて、まあ、自分が可愛がってたやつが実はスパイだったっていう、あのそういった感じで、あの踊れらいつも汚いのになってくるわけで、あの時の怒りはあのそのチンタっていう可愛がってたあいつが
あのスパイだったっていうこと、それを送り込んでた上に対しての怒りで、その後にあのチンタのところにやってきて、あのこの首筋を打つところ、そこではあの残飯を恵んでもらって生きていけんっていう、まあ、上林はチンタのことを可愛がってるんだけど、まあ、それはその過去の自分と同じような人間だからっていうこと、残飯恵んでもらわないと生きていけない人間だから、自分が救われたようにあのこいつも救ってやろうと思ってたんだけど、だけどそいつはあの実はスパイだったっていうこと、自分に対してあの恩義を感じてる人間じゃないっていうこと、自分はなんとか独り立ちしてるんだけど、こういつまでも独り立ちできなくて、こうやってあの誰かの犬になり下がってるそのチンタに対して、焼肉屋みたいなところでまあ言ってたあの残飯恵んでもらうと生きていけんと、その同じ言葉を使ってるんだけど、彼なりの愛情が深かったからこそ、そのチンタに対しての怒りっていうのが増してた上での多分全然意味合いが違うっていう、まあその形になってるっていうことですね。まあそんな感じで、まあチンタっていうのは彼はものすごい速度でこうあのヤクザっていうもののキャラクターっていうか染まっていったっていう、すごい大絶層的にもこうものすごい速度であのやっていったっていうところ、素直ゆえにこうあの利用されるだけ利用されてあの死んでいったっていうすごい不憫な存在なんですけど、であの上林ですね、その親父への恩義っていうのがすごい強いっていうことなんですけど、後半あの彼あの入れ墨掘ってるとこあるんですけど、後ろにあのイラコ会長の石橋蓮司さん の写真が飾ってあって、でそこには堀氏がこう掘ってるんですけど、その堀氏の顔があの石橋蓮司さんにすごいそっくりなんですよね。これ意図してるのかどうか分かんないんですけど、背中 あの入れ墨をこう完成させてるところで、まあ、その一番最後 あの漢字掘ってるんですよね、4つ、その4文字熟語の造語だと思うんですけど、大体その好み捧げてもあの悔いはなしみたいなあの意味 あの4文字を彫ってるんですね、まあ、いわゆるその滅私奉公に近い言葉だと思うんですけど、イラコ会長の写真、まあ、それをまあ背中に置いて入れ墨を彫るっていうことをですね、上林が唯一正しいと思ってる、もうクライマックスに差し掛かる前ですけど、まあ、そこを描いてるところですね。その上林のキャラっていうものがまあほぼそこにあの詰め込まれてるんですけど、まあ、すごいあの象徴的なのは1回だけ過去のシーンが映るんですけど、その過去の中で外から原爆ドームが見えるっていうところがあったり、まあ、広島っていうものが抱えてる歴史の中で、まあ、生まれてしまった傷っていうものと、工事中の、まあ、あのクレーンみたいなのが出てくるんですけど、まあ、これはあの開発されていく広島っていう社会っていうか世界っていうのはどんどん変わっていく、まあ、その中でその原爆ドームみたいな感じで、あの明らかにこうあの残り続けていく傷っていうもの、それが多分上林っていう存在であり、まあ、その中にもまあ多分評価も入ってくると思うんですよね。ヤクザの世界っていうのはその暴力の形からそのどんどんビジネスの方にっていう、まあ、そのしのぎとしてよりこう効率的でこう稼げる仕事にこうシフトしていったんだけど、あのそうじゃなくてもうそれでしか生きられないっていうことですね。上林っていうのはその間ずっと刑務所にいて、やっと出てきたらその浦島状態で、自分以外の他の人間があのもうその暴力からちょっとずつ足を洗っていって、あの別のことをしているっていうこと、まあ、日岡はその大神の意志を継いで、まあ、彼はその、まあ、ヤクザに対してつかず離れずの関係でコントロールしていってたっていう、まあ、そういった背景があって、その日岡の正義っていうのは客観的に見てどう考えても正義でも何でもなくて、半分エゴになってしまっているところにもう突入しているっていうことですね。もう本当に彼も何が正義なのかどうかっていうのは分かんないし、彼が知った彼が見てきた大神の姿を、まあ、彼はなぞるようにしていってるんだけど、実は全然違うことをしてるっていう、その日岡と上林っていうのは、まあ、あの本当に表裏一体の形になってて、そのヤクザの世界であの取り残される上林と、その警察の中で取り残される日岡っていう、そのまあ社会はどんどん変わっていくんだけど、自分たちはこれでやっていくんだと思ったらどんどん世界は変わっていって、まあ、最終的にお払い箱になる存在になっていってるっていう、日岡も上林もどっちもその上からのコントロールによってこう利用されてただけっていう、その上林と鏡写しの存在である日岡っていうものが引導を渡すというか、まあ、そのお互いまあ、この2人しかいない状態で、その、まあ、上林をもうこの世から消し去るにはその日岡しかいなかったっていうことですね、まあ、最後あの刀でその上林の腹を切るっていうことをやって、でその後最後あの解釈であのその佐賀の拳銃を使って上林 あの頭を打っていうか、まあこっち あのもう目がなくなるっていう、まあ、彼はずっとそのまあ目を潰してきたっていうことへのまあ因果だと思うんですけど、そうすることによってまあ日岡と上林っていうまあそのまあ精神レベルであの唯一その心が通うような相手っていうもので、その上林っていう片方が死んでしまったわけで、まあ、それで日岡っていうのは完全に行き場を失うんですよね。最後あの片田舎の駐在所にあの左遷されてっていうところをですね、日本狼をみんなで探しに行くって言って、まあ、それで一人だけ狼っぽいのを見たんだけど、あの一瞬でどっか行って、その彼もその自分のやり場っていうか、その日本狼っていうのは今 まあ、いわゆるその狼でありその日岡であり、まあ、上林でありっていう、そういった存在がもうあの日本からいなくなってしまったっていうこと、まあ、それを全てあの日本狼っていうものになぞらえて、日岡は日岡であのやるべきことをやったんだけど、
だけど全てを失ってしまったっていう、今までやってきたこと、まあ、これからやっていくことの自分のその指針みたいなものが失ってしまって、まあ、自分自身が迷子になってしまったっていうような感じでこの映画が終わるっていう、大神の意志を継いだ日岡っていうものの、まあ、ラストであり、まあ、今までのその映画業界っていうものの、まあ、現状っていうものも描きながらっていうことで、まあ、本当にこうすごい見事なラストだなと思いますね。ということで、まあ、コロの地レベル2ということで、まあ、一応まあなるべくは絞ったつもりなんですけど、まあ、まだまだ言いたいところはたくさんあるんですけど、まあ、本当にこうすごい映画だなと思います。まあ、僕はその前回白石和彌監督の特集をやった時に、まあ、まあ、白石和彌監督っていうのはそのクズの代弁者として、なんで彼がそうなったのかっていうことで、その彼がどうなっていくのかっていうことをまあ追いかけていく、そのドキュメンタリーチックに追いかけていくような、まあ、そういった作風なのがその白石和彌監督だっていうふうにまあ言ってるんですけど、まさしく日岡のラストがそうだったんですよね。まあ、彼は彼なりの正義で大義を持ってやってたんだけど、だけどそれによってまあチンタっていう犠牲を払ってしまったとか、大神がこれまで築いてきたものも何もかもがこうレベル2で全部崩れてしまった、白石和彌監督のこう全てっていうのがもう映画の中の全てに入ってたなと思って、本当に良かったなと思います。であとまあこれちょっとまあこじつけというか、他の映画とかにもまあ原作とかあるんで、イコールそういうことっていうわけでもないんだけど、日岡っていう最初は広島大学を出て、まあ、そのエリートとしてまあ警察に入ってきたんだけど、まあ、1でいろいろあって、で2の日岡になったっていうところ、まあ、これはまさしく日本で一番悪いやつらみたいな感じですね。綾野剛さんがやってた体育会系でこうちゃんとしてる人間がだんだんこう悪い方向に進んでいったとかもあるし、主人公が自分の正義を貫けば貫くほど周りがどんどんおかしくなっていくっていうのもまあ凶悪っぽいところもあるし、で瀬島ですね、まあ、あれが実はっていうまあところもあって、まあ、あれは彼女がその名を知らない鳥たちのどんでん返しみたいな、僕の中で白石和彌監督の映画の中であんまりそのどんでん返しとかじゃなくて、観客として何もかも分かってしまった上で行ったらダメな方向に主人公が行ってしまうっていう、その主人公の行動を止めることができない、その見ることしかできない観客としての辛さみたいなものを感じるのが白石和彌監督の持ち味だったからこそ、最後の最後でどんでん返しをしてくる彼女がその名を知らない鳥たちっていうのはちょっと傷んだなって思ってたんですけど、コロの地レベル2ではそのテイストを加えながら、だけど最後のどんでん返しじゃなくて結構その終盤の方でまだまだその展開がある中での一つ の展開として、まあ、持ってきたっていうところでは、まあ、すごいいいポジションにはあそこがあったなと思いますね。でその瀬島のところなんですけど、1回目見た時は本当にどんでん返しなんですけど、彼に対しては本当に見方が変わるんで、奥さんが出汁の味見してるんですよね。あそこがなんかすごい良くて、1回目見た時は夫に対して定年前にやっとこう警察官らしい仕事ができていい味出してきたねっていう感じで出汁をの味見してそういうのとかけてるんだろうなと思って見てたら、まんまとその日岡が自供してくれてるんで本当にごちそうさまですみたいな感じで出汁の味見をしてるっていうところで本当にえぐいシーンだったなと思います。なんだけど一番最後まあ、駐在所で飯食ってるんですよね、日岡が。でそこでタコ飯食べてるんですよ。そこが2回目見た時はすごいいいなと思ったんですけど、チンタが上林に経歴とか調べて話すところで両親はいないって言うんですよね。チンタが上林に言ったことっていうのはその日岡が自分の家族を守るためにそういった口裏を合わせて、まあ、言わせてるとかだと思ったんだけど、実はそうじゃなくて本当に日岡っていうのは両親がいないっていうことなんですね。あの時タコ飯食った時美味しいですって言ったのはあれはお世辞でも何でもなくて、本当に彼はタコ飯食った時めっちゃ美味しいと思ったんですね。あんまりその彼は本当に家族っていうものを、家族のぬくもりっていうものをあんまり実は体験せずにこう今まで生きてきたんじゃないかっていうこと、まあ、それがちょっと感じられるところで、瞬間タコ飯を食べた時彼は本当に感動したんだろうなっていう、最後の駐在所で飯食ってるところ、まあ、そこでちょっと分かるんですけど、そういったところですごい細かいことやってくるなっていうところで、まあ、他にも探せばたくさんあると思うんですけど、まあ、本当にこう本当にすごいよくできた映画だなと思います。まあ、この映画まだ続編作るのか作らないのかみたいななんかあるみたいなんですけど、まあ、あってもなくてもいいかなって、あったらあったで嬉しいし、ないならないでこの2本当に完璧な終わり方してくれてるんで、本当にこの映画は良かったなと思います。ということでそんな感じで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。こんな感じで新作映画を見たらすぐにレビュー動画を出すので、チャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。でこの後僕短編映画撮ったんですけど、それの予告編が1分間あるので、お時間ある方は最後まで見ていただければなと思います。で本編なんですけど概要欄にリンク貼ってるので、興味がある方はそちらも見ていただければなと思います。ということで終わります。
ありがとうございます。